ね、こちら有明ガーデン前のバス停に来てます。じゃじゃじゃーん。ここになんかね、今月の9月26日に劇団四季の劇場がオープンしたそうです。ちょっと行ってみようか。見て、ほら緑とかもね、すごい綺麗なのよ。じゃじゃじゃーん。見て見て、あそこに見えるのがね、あのあれ、有明のほら、あの名前で忘れちゃった、オリンピックであの BMX とかやってたやつ、有明アーバンスポーツパークかな、あの倉庫の後ろ側に 見えるあの屋根のところ。それで今日はね、少し有明お散歩。じゃじゃじゃ、見て見て、この緑の芝生があって、じゃじゃじゃー、あ、なんか近所に住んでる人が、親子連れがお散歩に来てる。うわー、なんか見て見て、ここのベンチ可愛くない？あ、こんにちは。見て見て、ここのベンチ超可愛くない？ほらね、すごい可愛いよね。じゃじゃじゃーん。これでイエーイ。ちょっとここ座っちゃうかな。こんな感じ。ハロー、今有明だよー。それでこのね、ここのところに劇団四季劇場がさ、あのもう私さ、ライオンキングのマークがあったからとっくにオープンしてるのかと思ってたのよ。そしたらね、なんかオープンがこの間の日曜日9月26日だったんだって。ちょっとさ、あの見に行ってみない？まあほら、中には入んなくてもさ、あの外側だけさ、どんな感じになってるか見てみない？あ、有明にもあったんだと思って。汐留にあるじゃん、あの劇団四季。それでもう一つこっちにもできたみたいで、それでちょうどさ、ほら夏さ、あのオリンピックでずっとこっち来てたじゃない。それでさ、なんかさ気になるからさ、あのこの辺ね、オリンピックなる、おー、びっくりした。ちょっと、あ、ここね、向こう側、ワンちゃん、ワンちゃん散歩させてる人とかね、見て、芝生がさ、すごい綺麗なの、緑の芝生。すごいよね、ここ。それでほら、もう子連れでさ、お散歩来てる人が多くって。いいよね、ここね。ちょっと待ってね。あ、なんか自販機もちょっとおしゃれじゃない？じゃじゃじゃーん。見える？ほら、劇団四季、四季劇場があるの。ちょっとここのあのあれも、自販機もなんかおしゃれだね。ね、後でちょっと飲み物買って、じゃーん。どうやって行くんだろう、ここ駐車場突き抜けてってもいいのかな。あ、ダメっぽいね。じゃじゃん、駐車場、劇団四季の駐車場なのかね、これ。それとも有明ガーデンの駐車場なのかね。あ、有明ガーデンの駐車場っぽいね、これ。有明ガーデンの駐車場、有明ガーデンもめちゃめちゃ気になってんのよね。見える？ほら、劇団四季。それでね、こっち側の黄色いのがね、ライオンキングのマークなんだけどさ、ロゴ。入り口どこだろうね。ちょっとここを突っ切れれば楽なのに、ちょっと無理っぽ。突っ切抜けるか、突っ切抜けるか。じゃ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 ーん。じゃじゃじゃ、すいません、すいません。はいはい、リングはただいま有明ガーデンの駐車場を通過中です。本当はここ突っ切抜けちゃいけないんだよ。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。車で来る人しかここ突き抜けちゃいけないそうです。でも見て、市松模様になってて可愛くない？ちょっとすごいすごい、ほら市松模様になってんの。
いいよね、すごい素敵。今誰もいないからいっか。まあいっか。もっと頑張って、上がるまでもっと頑張って。ほら、こんな感じ。つながろう、弾いてるより。これさ、私さ、今日 iPad 持ってくんの忘れちゃったよ。ちゃちゃん、ごめんね。iPad だと、あの、なんだっけな。写真撮ったやつをさ、あの、あれにあげられるんだよね。あ、ここ通れる、通れる。あ、やっぱ車で来た人はさ、この劇団四季劇場に行かれるようになってね。モール、なんか書いてあるよ。ちょっと待って。有明ガーデン、モール、有明ガーデンバスターミナル、モール&スパ。あ、スパもあるんだね。何？泉天空の湯、カンファレンスセンター、クリニックモール、シアター、あ、映画館もあるんだ。有明ガーデンシアター、ホテル、あ、ホテルもあるの。へえ、有明ガーデンパーク、劇団四季劇場、あとはまあ駅だね。駅あっちですって感じね。ホテルはどれだろう。あの向こうのやつかね、なんか茶色っぽいやつ。有明ガーデンパーク。あ、じゃあこの、なんだっけ、この上にあるやつがあれなのか。天空の湯ってやつね、スパかなんかなんだね、これきっと。じゃ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 ーん。それで、リングがいるのはここ。見える？劇団四季。ライオンキング、ここの劇場はライオンキングをやってるってことかね。なんだっけ、レレ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 。あここのね、左側に、皆様、左側に見えるのが劇団四季のライオンキング劇場でございます。四季劇場でございます。今、ライオンキングやってんのかな？ねえ。じゃじゃーん。ライオンキングの看板が立ってるから、多分ライオンキングやってるんだと思うよ。おー、有明四季劇場って書いてある。うおーおー、こんな感じなんだ。ほら、見える？ライオンキング有明四季劇場。あ、なんか関係者の人がなんか入ってきた。こんな感じ。うわー、ライオンキングやってんだね。へー、じゃん。なに、本日の開演時間が12時45分。へー、ん、あ、会場開演が13時30分。あ、そうなんだ。へー、じゃあもうすぐ始まるんだね、今日ね。今何時？あれ、あ、もう始まってる。もう1時過ぎてる、もしかして。あ、2時か。あ、今上映中みたい。こんな感じ、こんな感じ。うおー、こんな感じ見える？こんな感じよ、ほら。うわー、すごいね、かっこいいね。